从新源的古斯姑往首里方向前进一点的地方，有一棵很大的松树作为标志的转折点，尊马寺。尊马寺是历史之路汉达的分歧点所在。はい、こちらは尊马寺です。尊马寺の語源は積み回すで、村内の二つの道が村外れで交差し、一つの道にまとまり、Y 字路になっているところを言います。ロータリー状にもなっています。左へ行くとミージャー川方面、右へ行くと半田道のルートのニードクル方面になります。通过村马寺，新源村落进行了各种各样的往来，所以这里对于宗城村来说是重要的交易据点。